どうも、ピアキングリシャンです。先生。しょっぱなかぶなって、ちょっともう一回やり直すわ。どうも、ピオキングちゃんです。今日はこのコースやっていきます。アンウェルカムトロールズバージョン2。歓迎していない騙しコースということですね。でさ、自意識過剰かもしんないけど、コース名があるじゃん。点々と音符のマークみたいなんがあると思うけど、あれピオキングのマークにめっちゃ見えない?ねえ、見えるよね。で、説明文に、私が1年半前に3時間で作ったトロールコースです。つまり、ピチピチキャピキャピの私が、以下略。何を言ってるんでしょうかね、このババア。ババアとかは良くないよな。言葉が悪すぎました。すいません。このテルバーが1年半前にたったの3時間で作ったということで、まあテルバーっていう方はですね、僕のライバルみたいな存在ですかね。ライバル5人以上いると思うんですけどね。まあこのライバルのコースで現在のテルバーをキャピキャピと吠え面を描かせてやりますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.39%。 そういや最近めちゃくちゃハマってる粒組があるんだけど、濃厚粒組プレミアムって言うんだよね。それ食べるじゃん。マジで普通の粒組に戻れないぐらい美味しいんだよね。一回みんな食べてみて。今だったらブドウ味がセブンとかに置いてると思う。はい、こんにちは。これは踏んでいいのかい?いやいや、踏んだらダメだ。多分踏んだらバネが右に来るんじゃない?そんなことは分かってんだよ。もう今日はね、ガチでかわしに行くからね。開幕何もだ!いや待てよ、この音符を踏んで早く下に降りることができればバナに引っかからないんじゃないか。こういう風にな。多分このクパクラの中つららとか隠してんじゃないかな。じゃあどうやって、あ、今行け。うん、クイックルワンワン。まあ3時間で作ったようなトロールコースっていう感じですかね。名前がテルルちゃん頑張るって書いてたから、確かにもうちょっと頑張ってほしい。なんだよ今、浮いてなかった。あそこ水中っていうことかい。なんだいここは。これは知りたい Q の予感しかしないけど、もう玉まで出してくんなんて。スタートからやり直しするよ。これさ、手でさ左右出てくるんかな。まあでもそんなの全然簡単にクリアできませんけど、この玉がマジでめちゃめちゃ邪魔なんだって。次は右か。いや、もう玉邪魔すんだって。この玉に乗り継げば、いやいける。このさ、玉にこうやって乗っていけば意外と簡単にいけちゃうんじゃない。キャッ、あっ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 、次は左。それは分かってんだ。よしよし、チビになっちまえばもうこっちのもんよ。ここだー。あー、あー、玉次で絶対いける。見て見てて。おらー、手裏耐久メッシを食べるぞ。あのですね、バネとか丸々とか今の玉とかさ、ボヨンボヨン跳ねるやつマジでツボなんですよ。 3D スキンで言えばドンケツとかかな、まあ、そういうの。あどこだ、またここか。コンボの裏に土管ってマジでずるいと思わない？だって見えないんだよ。上のコンボもなんか隠してんじゃないの。ここはキノコもらえた。この上は隠しブロックか。一旦調べておこうか。当たってもいいからさ。あ、この辺は何もないのね。で、USA は取ったらダメだと思うな。だってさ、取ったらさ、この隙間行けなくなるじゃん。だからオンオフをして、まあ、どうしようか。魚オンオフをします。そして魚を避ける。で、この後に USA キノコを取れ。いや、取れないよな。あ、取れないようにできてんのか。あー、無理っぽいね。じゃあここでドアに入っていこうか。下のクレーンもめちゃめちゃ気になりますけど、あそこは特に何もない。なんだこのコイン今。猫かお前は。脇がかいよ。昨日脇汗を制汗するなんとかなんとかっていうやつを塗ってめちゃめちゃかいよ。こんなのハンデだよ。なんだよこのパワーブロックは。上から一緒にやっぱっぱぱらっぱ。その生還するやつなんか1週間近く脇汗が出なくなるみたいな。めちゃめちゃ良くない？いやね、やっぱこうやってね、暑い中実況してたらさ、キノコもらえたらやったね。どこがだよ。でもね、それ海外のやつでめちゃめちゃ薬が強いのよ。だから脇はめちゃめちゃ痒くなるみたいなことが起きてるんだけど、さあここはオンオフをしていいのかい。みんなよく見てるよなこんな動画。いやマジでね、感謝しかないよ。わーってかパッパラパッパさ、そんなん言ってばっかりじゃんか。ここは左押しパリード。はい、ダメ。たったの3時間で作ったトロールコースなんて俺がサクッとクリアしてみせるぜ。ここは左押しパがダメってことは右押しパだ。これで問題ない。さあドアに入っていこうか。そろそろ中間ポイントは、中間があったね。あの中間を取らして。なんだこの黒ゴマ団子どもか。俺はな、黒ゴマが苦手なんだ。っていうかそもそもゴマ自体が苦手なんだ。どっか行ってろ黒ゴマドブが。さあこれで、うーん、そうそうそう、大好き。
いやガチでね、黒ごまとかは苦手なんだけど、でもふりかけでさ、ごま塩ってあるじゃん、あの黒ごまのやつ、あれはめちゃめちゃ好きなんだよね。やっぱり何回も来ると思ったよ。一時待っておこうか。これで黒ごまはもう戻ってくれ。これで中間ポイント、うわ2分の1、どっちから行く。いやなんかさ、ここ隠しブロック出そうじゃない、大丈夫。よっほほほほほし、これ右は？あ、右、あ、どっちでもよかったのか。じゃあ2分の2だったんじゃねえか。さあこれはどうすればいい。これジャンプしていって、ちょ何を出してくる。ナイスかわしい。あごめん、何も喋れなかった。いや急いで行くとああいう見えないところの罠に引っかかっちゃったりするよな。だから落ち着いていこうか。落ち着いていけば簡単に行けるっていうことを証明するんだ。クッパを殺に扱うな。おいおい、久しぶりじゃねえか。中間を通って罠が変わってるっていうシステムよ。じゃあここはガモンが出てくる。どのタイミングか分かんないと思ったらクモが出てきた。このクモちゃんに乗っていこうか。でさっきこれに引っかかっちゃったんだよな。見えにくいように作りやがって。じゃあ上は、この上ドッスン絶対落ちてくるよな。だから左で逃げておく。で左下に行けばいいのかな。あ、でここのパンを壊していけませんけど。うっとうしいんだ、うぜえこら。いや待てよ、ここでさ一旦こうしておくでしょ。そしてこれ上行けるんじゃない。こっからダッシュジャンプする。なんだお前。ピー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 。このキノコ様、せっかちなんだから、もうちょっとゆっくり考えさせてくださいよ。さあドアに入っていきましょうか。すると、この下誘拐があるのかい。誘拐があるね。そしてこの先、わあ、オッケあんなところにオープンを隠しやがって。さあここで、チャッカマン、チャッカマンからの雪見大福。この雪見大福は当たったらいけなかったんじゃないのか。このパワーブロックで右側に行かなきゃいけないのじゃ。でこれやっぱりさ、死に耐久が待ってるみたいな、絶対そういうことだと思うよ。ノーじゃねえんだよ、分かってわかってんだよノーって。なんだよ石原ちゃん、これ閉じ込められるっていう感じなんじゃない。もう早く来いって。もうそんなさ、お遊びなんかしなくていいって。なんだこの石原ちゃん。ではでは、ここでボム兵をチャッカマンします。そしてすぐ右に逃げます。するとこのパワーブロックが壊せて右側に進めるということですね。はい、実況終わり。そういや最近僕ですね、40キロ台に突入したんですよ。やばくない？確かね、49点何キロだったんだけど。なになにこれ、ジャンプしていいの？ジャンプしたらさ、なんか降ってくるんじゃない、新しいやつ。わあ、いや、いいのか、いいのか。あれ、これどうやって、あ、これ壊れるやつね。あ、ちゃん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 。いやこれ面白いよな。どんだけ村ばかされてんの。コスト使いすぎだろあそこに。じゃあここはバレーが落ちてきた。このバレーを返していくよ。あ、ゴールじゃん。うわ、どうするこれ、絶対変わると思うんだよな。頼む、ゴールさせて。ババーン。みんなこれさ、僕見つけちゃったんだけど、ここで P スイッチ押すじゃん。で左に行ったらブラパが出てきたと思うんだよね。でもさ、ここに爆弾投げて当たってしまったら上のブロック壊れないんじゃない？だよね。ガバ発見しました。やり直しか。今日のゴール意外と早かったね。もうゴールした気でいるけど。いやこれはさすがにゴールできるんじゃないか。一旦右行って左に逃げる。そしてこっか。やったいや3時間で作ったとは思えないぐらい楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースは、黒コース鬼畜1の1、説明文に上級者向け100秒の合図が君らを焦らせるということで、今回はめちゃめちゃ鬼畜な1の1ですね。クリア率がとてつもなく低い。まあサムネを見る感じ、至って普通な1の1なんですけど、最速が2分近くかかってるじゃん。だから結構長くてめっちゃ難しい1の1なんじゃないかな。もうタロールコースして後なのに僕狂っちゃうよ。もう狂ってんだよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.03%。
正直こんなにクリア率が低い1の1するの初めてなんじゃないかな。まあもらったバグコースで 0% っていうのはよくあるんだけど、9000人近くしてまだ3人くらいしかクリアしてないんでしょ。で10コインを5枚集めてからゴール。これキノコとかないかな。もう速攻難しいじゃん。これどうやって越えんの。これジャンプして越えれってか。うーんって、いやバケモンみたいな声出すな。うわどうしよう、始めたばっかだけどもうやめたいね。じゃあこれ勢いでジャンプしていけないかな。あ、これ越えれるんだ。このまま勢いでいっちゃおうか。4つ目の土管は入れそうになかったよな。やっぱり入れない。何このワンワンワン、こいつらを越えていけんだか。もう犬小屋に帰ってろって。意外といけるんじゃないこの土管が。こういうね、敵をめちゃくちゃに散らばしてる位置の位置って土管に穴があるはずなんだ。もういっちゃいっちゃい、これいけるんじゃない。ここさ、顔みたいなんなってるじゃん、この線のやつ。その口の真ん中を行けば大丈夫みたいな。そうでしょ。やっほーっ、意外とサクッとクリアできちゃうんじゃないこの1の1。何ここ、1の1のどこの場所。もうそのイモムシや虫かごの中帰ってろって。でファイヤーもらえた。何これ。めんどくせえことさせんだって。誰が鍵持ってんの。3本多いな。これはパックが持ってんの、それとも3本このパックが持ってたな。さあ鍵扉に入りますよと。で次の場面は、次は何これ。あ、ピンクコインあるんだ。このピンクコインを全部集めていけみたいな。あ、このガニアリの中隠されてたね。でこのピンクコインを取ってコインの通り行っちゃっていいよ。ナイス。いやまた一緒じゃん、こっち来るって。やめろやめろ、バラバラ邪魔すんだ、バラバラだぞ。さあキャキャってコインどうすんよ。私を捕まえてごらんなさい。共感性羞恥心しかない僕を捕まえてごらんなさい。捕まっちゃった。キモ。意外と実況ってさ、キモかったり何言ってるかわからないぐらいが面白かったりしない。例えばここマグレみたいな感じで、捨てよ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 、伸びたー、うん、ここは大丈夫。お前今なんだ。帰れ帰れ、今すぐ帰れ。よっしゃ。俺を騙そうったってそう簡単には行くかよ。これは上と下どっち、なんでだよ。暑苦しい。もうちょっとさ、涼しくなるような動画を作ってった方がいいと思うんですよ。最近気温も高くなってきてるしね。で右は何があるの、ドクドク言ってるね。あ、これで中間ポイントもらえるんじゃない。いやそろそろ中間ねえとマジできついよ。ここに戻ってくるまでめっちゃなんだよこれ。もうどうすん、どんな動きすんだよ。下に下がる、前の2体は。で奥は、奥のどうすん、こっち見てんな。これどうやって行きゃいいのよ。どうすん落とす、でこっちのどうすん落とす。もう無理じゃんか、この間抜けていけってか。いやむずー、ここどうしようか。この1の1で一番難しいんじゃない。上のどうすんは左に来ることが分かった。で右のどうすん3体があるじゃん、あいつら全員左来るっぽいんだよな。だからこの間に隠れておこうか。そしてなあ押すなよそのドスを。で、あ、右のドスがあるじゃん、閉じ込めておけばいいんじゃない。タイミングよくここでジャンプすれば閉じ込まってくれる。でこっからだよな問題が。あの右の2体のドス、1体こっち来てくれたら結構楽なんだけどな。こっち来ない、どんくらいで反応する。いやまだ反応しねえか。頼む反応して。よしよしよし、でこの戻ってる隙に来いよ。しゃで何よもう。死んじゃうってこんなの絶対クリアできるわけないって。もうやめてやめてよ。こういうのはね、出た瞬間が鍵なんですよ。このタイミングでどっか行けますか。見えたぜ、何度も燃やされる俺と思うんだ。この隙間の変化いける。よし、で次はゴールだじゃない。ここ勝ちブロックはないで、もうすぐ。いや待てよ、50コイン、あ、50コインじゃねえや、10コインが5枚いるのか。ってことはまだまだ続くの。うわもうやめてくれって、中間ポイントを攻めてくれって。10コインあった、この先このルート落ちる落ちる、あ落ちる、あああ、危ない。これどこ行けばいい、右かドアに入ればいい。よし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 、
で次は何？ブンブンか。まあお前になんかやられるわけねえんだよ。さあ3回踏んで。あ、これもうゴールだよ。次こそあの鍵扉の方に出るんだろ。ちっ長いって。これ何どうすりゃいいの？つららがたくさんある。あのつらら、あ、わかったわかった。これねスピードランとかで見たことあるよ。ここでつららを壊しのドアに入ります。これは簡単だったね。でこれでコインは集まった。頼む、もうゴールさせて。マジでもうゴールでいいから。ゴール条件集まってるから。来た、頼む、ゴールでやってくれ。どうだ。いやこれ本当にめちゃめちゃ難しかったね。ただ敵を乱雑に置くんじゃなくてしっかりと楽しめるような難しさのある位置の位置でしたね。どうもご視聴ありがとうございます。